はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は1日1回クエスト封印されしクリスタル EX バトルをオートリピートが可能な1ターン周回でご紹介していこうと思います。まずやるべきこと、上の4人はひたすらにトリプルを使ったグループ8をつなぐだけとなっております。まあファリスとドルガンとガラフに関しては全体攻撃のグループ8を持ってます。しかしながらですね、このグループ8というのはもうほぼ繋がらないに等しいんですよね。だからどうやって繋げるかっていうと、まずこんな感じでトリプルのグループ8を繋ぎます。でバッツは通常のアビリティで味方全体にステータスバフ300があるので、こちらを使っていきます。でもちろんですね、黒曜の腕輪を使って 80% のデバフを入れておきます。で一旦バッツを押した後に適当にチェインを押すと、で適当にチェインを押すと、もちろん繋がらないので、この状態で1回ギブアップを行ってください。でこうするとリピート機能が使えるようになるんですよね。まあ今行動を覚えてくれたところになりますので、あとは設定から、こちらですね、リピート継続を全クエスト、そして、こちらワンフレームに変えていただいたら、あとはですねリピートボタンを押すだけで、こんな形で、全てのグループ8がワンフレームでつながっていきます。なのでまあほぼ間違いなくフルチェインするといった形になっております。まあ途中で倒すとね、こんな感じで途切れるんですが、いやそれでも途切れるね。いやこれえぐいね。どうやったらつながるんだろうね。まあこんな形で全員がグループ8をつなげることで、簡単に倒すことができますと。では装備の紹介をやっていきましょう。まずですね、ファリスの装備もちろん何もなし、ギルガメッシュの装備は、裏だけは黒曜の腕輪を使って先制 80% のステータスデバフできるようにしておきました。続いてバッツは装備は何もなし。続いてドルガンはなるべくストーリーとか配布で獲得できるもので、意識するのは攻撃力、そして石キラーの 300% だけを意識しました。特に不滅もつけなかったので問題ないかなと思います。ビジョンカードも攻撃力高いもの。続いてガラフは BS5 になりますので、二刀流で配布の装備、そして攻撃力と石キラーを意識した装備構成とアビリティ構成となっております。ビジョンカードは攻撃力高いものを使っておりますといった形で、まあ、オールボナキャラを使って、ワンターンの周回がオートリピートでできますので、毎日楽して、周回していただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたねー。